さあ毎週月曜日のこの時間は秘密の研究室からパフューム研究員が登場。あ、一番あの新しいロッキーオンジャパンの3人のインタビューすごい面白かった、必見ね。今夜は生徒のみんなが6月中に書き込んでくれたパフューム掲示板のメッセージを研究していきます。パフュームロックス。6月のパフューム掲示板を研究せよ。6月最終日ですから、この1ヶ月間のパフューム掲示板の書き込み具合をチェックしていきましょう。はい、みんな書き込みいつもありがとう、うん、あれこれあれバグ、あれこれバグかなどうしたあれこれバグかな、バグった。研究室のパソコンから見るとみんなの掲示板の書き込みがね、タイトルだけしか表示されてないの。バグだ、これバグか。じゃあタイトルだけで選んで紹介しちゃう。タイトルで、え、ちょっとじゃあ予想するってこと。そうそうそう、大体でも分かるんだな。確かにみんな分かりやすい、うん、分かりやすい子もいるけど、なんだろう、分かんないのもあるでもまあじゃあまず分かりやすいのからいくね、うん、うん、ワールドツアー、あ、これはこれ、ね、発表されました。そうです、発表しましたから。3回目のワールドツアー、この内容じゃないと困ることかな、ね、それでしょ。そうだよね、かな、うん、ラジオネームひろたろうくん、ひろたろうくん18歳男の子、ワールドツアー、アメリカ、イギリス、アメリカと3日間隔のハードスケジュールですねこれがパフュームのロック魂スケジュールね、気にしてくれてるね、ありがとう、ありがとう。そうなの、そうなの。なんかルイ君もそれでメールくれた、言ってた、とてもとてもハードなスケジュールですので時差などお気をつけくださいみたいな、ルイ君優しい、体調崩しませんようにって、優しい ね、 そうね。今回台湾と、うん、あとシンガポールとで、ロス、ロンドン、ニューヨークってアメリカ、イギリス、アメリカってなるんだよね。これさ、イギリス、アメリカ、アメリカでいいじゃんって思うじゃん、思ってた、うん、でもなんかね、時差の関係とかでこれが一番、うん、そうみたい、優しい工程らしいって、うん、体にね、そう、優しいんだって。いや、うまいことさ、うん、これが一番うまいことなんですって言われてさ、うん、うちら2つ返事だったら、うん、じゃあ、はい、お願いしますいや、もうちょい探れやみたいな信じすぎやぞみたいなのあったよねそういうとこわかんないんでお任せしますって、だって質問されても返せんかったもん、うん、へーで終わりだよねうん、でも、ね、予想通りだったね、ね、ね、うん、サード楽しんできます。はい、ツアーもうぜひね、あの日本から来てくれるっていう人もねいると思いますけど、うん、ね、一緒に世界戦いに行きましょう。じゃあ次、うん、うん、あ、そう来たか、クリンクリン、うん、お、そう来たか、どう来たって思ったんだろう。いやだからそのそう来たか、オンエアしたんだよね、ごめんな、ね、うん、曲の多分イメージが、うんうん、違ったんじゃないかな、うん、タイトルとこのジャケットから想像するのと違ったってこと、うん、違ったってことかね。どうだと思ってたんだろう。やっぱ今年一番のシングルっていうことで、うん、そのスプリングオブライフ、マジックオブラブ的な、うん、キャッチーでパフュームらしい楽曲で来るんじゃないかと、はいはい、うん、なるほど。だいたい今年初めに出すやつだから、うん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 、その傾向あるじゃないですか。あるね、これで年末も出るんでしょう、みたいなのこれで1年いきますねみたいなやつかなって多分思ってたと思うのよ、うんうん、それでこんなオリエンタルに仕上げてきたから、うん、ね、びっくりしたんか、どうだろう、ね、読んでみて、どう思ってたんだろう、読んでみて、開いて読んでみて、勝ち、はい、大阪府男の子19歳、サラうどんくん、サラうどん、最初はイントロだと思ってたのに、うん、まさかのいきなり歌い出し、あー、イントロがあるって予想してたんだ、攻めますね、なるほど、歌詞ももっとグイグイ来るかと思ったけどめっちゃキャッチーですやん、めっちゃキャッチーですやん汗予想をはるかに超えた曲に度肝を抜かれました。そして何より最後の歌集歌の痛いからが最高です。あ、今回の新曲はどれも包まれるような優しい歌声だったのはコーラスの3人が歌っているからなんですね。この調子で意地悪なハローにも意地悪にハローされたい、ちょっともう完璧なリリースが待ちきれないなんかありがとうございます、全部もうね言うことない、ない全部言ってくれた、そのまま、ありがとう、そうなの、そのとおり、予想をはるかに超えた曲だったって、なるほど、ね、嬉しい、嬉しいね、嬉しい、まさかの歌いいきなり歌い出しがびっくりしたんだって、うん、ダン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 
ちょっとどんどん行ってもいいですか。どうぞ。私気になってたのが、うん、パフュームクイズ188&前回の答えっていうやつ。何これ。黄色い閃光18歳男の子、今回はマニアック問題を出題します。188問目ってこと。そのマニアになるよね。パフュームのノッチに関する有名な問題です。有名なね。シャンデリアハウスやハッピーでノッチの味音痴が発覚しますが、一体何の味を何と間違えたのでしょうか。具体例を2つ挙げてみてください。ちなみに前回の問題の答えはゼログラビティでした。分かんない問題知りたい。でも1個ね、1個ねフルーツでしょ。私もあねマンゴー、えパイナップルをマンゴーピーチって言ったんだっけ。パイナップルをマンゴーかなって思ってた。ピーチだっけ。飴かなんか。ピーチだったと思う。あのえジュースジュースじゃなかった。飴。いや飴もジュースもあるよ。うん飴もジュースもある。キューブ型の2つ入ってるあの薄い あれね、うんうん、美味しいやつのやつもあれ味わからんね。いやわかるよ。嘘わかる。2つってあとね ラーメンじゃないっけ。ラーメン。ラーメンをなんか豚骨と塩と味噌混ぜたら何味になるかみたいなやらんかった。あーそのシャンデリアハウスでってこと、うん、ハッピーでやった気がする。ただただしょっぱくなるんじゃない。あ、おいしいみたいな答えだった気がする。ねえ本人も知らない。好きにやってもらっていいですか。その当ててどうなの。ね、え答えはないの。答えは多分次の書き込みなんじゃない。そうか、うまいことできてるな。黄色い線香。黄色い線香ちょっと虜になっちゃうよ。一人で188出したのすごいな。あっでもパイナップル味をピーチって言ったんじゃなかったかな。かピーチをパイナップルって言ったんじゃなかったかな。全然ちゃうやんって言った気がする。へえ、うん、全然違う味言ってた。まあでもね全体的にフルーツの飴は音痴です。わかんないです。うん、皆さんこんばんは。かしゆかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。今大体でうまわーって言った。こんばんは。引き続き6月のパフューム掲示板を研究せよ。いやだからタイトルしかね表示されてないからタイトルで選んでいきましょう。そうなんだよ、うん、ちょっと新しいな。気になるのあります。これは三角四角五角。あーね。あーわかった。あれだよ。わかった。わかった。わかります。わかります。じゃあちょっと読んでみてください。How do you like Wednesday 君。はい、水曜日。香川県男の子17歳。ぐるんぐるの特設サイトの三角四角五角、うん、どんな意味があるのか気になる。ナッチ、カシューカ、あーちゃんを表現しているって意見を聞きましたが、うん、真実はどうなんでしょう。ほー、はい、こちら、ね、あの今回のロゴとなっております、うん、ぐるんぐるんツアーのロゴです。はい、はい、三角と四角と五角があって、うんうん、いろんな色でなんか構成されてるんだけど、うん、もう一目見た時からうちらちゃんってなったよね。う、うん、っていうのとあと永遠にあれ無限にぐるぐる続いてるんですよ。メビウスの輪みたいになってるんだよね、うん、よく見たらわかるんだけどなんかそれが今回のイメージとすごい合っていたのでにしたんだけど表現しているっていう意見を聞きましたっていうのはこれウェンズデイ君は誰に聞いたんだろうね。どっかで言ってるんだ ね誰か。こちらは言ってないよね。言ってない。でもまあそうだね誰がどれとかさ、なんか面白い、ね、あるのかな、うん、みんなの中では、うん、なんかそういうのっていうよりはって感じだったよね。そうね。ライブに来たらわかるし、うん、あ確かにいろいろ見たらわかるっていうところに答え隠れてるんだよね、うん、でもね多分ね気づけないよねかな。ライブだと気づけるかもしれないけどそれまでの情報だと気づけないかも。でもね元があるんですよね。いやこれはちょっとライブをね、うん、見に来てもらえたら嬉しいな。ねウェンズデイ君、香川県ありがとう。ありがとう。あとね私気になるの見つけたんだけど、はい、ごめんなさいノッチ。ごめんなさいノッチめっちゃ気になる。沖縄県の17歳男の子たまちゃんしんちゃん。たまちゃんしんちゃんごめんなさいノッチ。うん。ディスプレイの PV 見直しました。あーノッチ髪型が確かに真ん中横分けふわっと変わっていました。ノッチごめんなさい。そう前回言ったよね。そうそう
ディスプレイの PV で、うん、あーちゃんとカシウカの髪の毛が3つの衣装とも全部変わっててすごかったです、いや私も変えてるからっていうのがあって、ちょっとわしも変えてんねんみたいな言ってたよね、わしも変えとんねんで見直してくれたんだって、ともちゃん、ありがとう、いやこの人いい人だよ、そう、うん、あんなの見てもわかんないもん、ちょっと左側に寄ってると知らんがなみたいな、わからんがなんて言う、ちょっとふわっとしてたでしょ、すごい見てくれたんだよ、多分そうだね、この人沖縄の人なのにさ、暑いのに見てくれたんだよ、ま、ちゃんしんちゃんありがとう、ありがとうね、じゃあどれかな、今思ったけど、ん、何思ったんだろう、全然想像できない、今思ったけどっていうの気になる、なんだろう、なんだろうね、何思ったんだろうね、スイカのタイプのアイスがそろそろ出てきたので食べたい、食べたいな、最近パッケージ違いが出てるっていう、あ、そうなの、いやだからあれはやっぱりね、チョコがねかかってたやつが一番美味しかった、うっそ、私は一番ノーマルが好きだ、うっそ、やっぱり、ね、チョコ感がやっぱもうちょっとねあった方が私好きだった、なるほどね、あどうでしょう、去年が良かった、チョコジャムちゃん13歳女の子、あチョコジャム、ほらちょっといいんじゃないの、ちょっといい線来てんじゃないの、拾った今チョコ、タイトル今思ったけど、うん、カシウカって、うん、え萌え袖がめちゃめちゃ似合いますよね、えだってえなんだろうそれ、萌え袖って何聞いたことない、あーそれのこと、先が指先がほとんど隠れてるやつね、あの手半分隠れて指だけ出るやつ、あれ萌え袖っていうの、あー私なんかパフスリーブとかそういう感じのかと思ってた、そあのしかも、ね、そんなんやってたっけそんなにって思ったけど、あのさ、うん、キューミーと対談した時にさ、うん、カズさんコスみたいなやったやった時にあのデロンデロンに長かったん、あれはでも萌え袖ではないか、うん、もうちょっと行き過ぎちゃって、うん、そうだね、お化けみたいになってたけど、いやあれはちょっとヤンキーだよ、ね、萌え袖やったっけ、いや似合うよ、やった覚えは分かんないけど、これみんな似合うんじゃない、だからその今思ったその今何を見てるのかがめっちゃ気になる、うん、すごいね、照れてる絵文字みたいな、照れてんじゃないよ、照れてんじゃないよ、チョコジャムちゃんああれ落としてるあ、なんだ、あ、再起動した再起動したよね、治った、すげえ、内容飛ばなくてよかった、あ、治ったのね、あ、内容全部見れるじゃん、本当だ、読めてる読めてる、やっぱうちのさパソコンのあれがおかしかったんじゃない、そうかも ね、ちょっともうそろそろリニューアルする、そうだよ、お願いしよう、ちょっと校長教頭リニューアルしたいんですけど一応メンテナンス先にお願いします、うん、調子は戻ったってことでいいんだよね、あメンテナンス必要はどうなんだろう、いるのかな、まあ、それでもあのちょっとまだ調子悪いってなったら、うん、あの森末さんに頼んでちょっと来てもらうこと、森末さん、うん、なんでですか、え森末さん、いやいやトイレのトラブルとかやってくれんじゃん森末さんトイレのトラブルでウルトラサーバーの調子は戻るのかしらね、CM で聞いたことある気するけど、ウルトラサーバー7000円っていうの聞いた、聞いたことないです、多分俺が全部持つから、うん、森瀬さんに頼もう、できないと思うけどな、作業着で来てくれるはずだから、森瀬さん、そうだと思うけどな、うん、まあでもね結果普通に書き込めっつったみたいだな、はい、この時間もなんか気まぐれな感じもしますけれどもね、ウルトラサーバーもね、パソコンなのかな、あの研究室にある、うん、まあ、原因探ってみないとですね、これはね、ちょっと森末さんにもう一回聞いてみるわ、ね、森末さんへのその信頼はよ、クリンクリンいいな、そして、うん、あの途中のこうゆっくりでーってってゆっくりなるところがね、うん、俺は好き、校長先生はとても本当なんか2014年の感じがするけども、うん、ちゃんとそこがこうパフューム今のパフュームと合わさってる感じがしてね、うん、あそこすげえ好き俺。富山ズポイント。ああ、火曜日のこの時間は、社会の講師クリーパーイブ先生が登場、クリープロックス。スクールオブロック。